皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と萌です。本日は今年度の青学全学部入試について難易度予想だったりだとか、最後の1週間何をして過ごせばいいのかっていうところをお話しできればと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、まず簡単にまとめますと、青学の採点方法というところを改めて伺ってもよろしいですか？はい、ありがとうございます。まあ、これ知ってる方多いかなと思うんですけど、青山学院の全学部方式においては基本的に英語と国語は素点で反映されて、選択科目だけ偏差値換算といって、偏差値がこう点数になってしまうという採点方法を取り入れています。なので全然今1週間前で見てくれてる方が多いと思うんですけど、過去問でそのまま取った点数が合計点として反映されるんじゃなくて、選択科目だけが偏差値の数字になるんだよっていうところだけはまずこの段階でですね、押さえていただければなと思います。ありがとうございます、はい、確かに受験相談でもすで、に合格点取れてますって言ってくれるけど、詳しく聞いてみたらそこ意識できてなかったっていう方多いですので、そうですね、はい、ぜひ意識してください、ありがとうございます、はい、じゃあ次にですね、今年の志願者数が速報で出ましたので、そちらについて伺ってもいいですか？はい、ありがとうございます、はい、受けられる方もちろん見ている方も多いのかなと思うんですが、全体的に正直こう去年より下がってしまっているっていったところが、正直なところでして、なのでここ出願してミスっちゃったなっていう人は多分いないんじゃないかなとは正直思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。そしたらですね、比較的全学部の中でも受かりやすいよっていう学部ってあるんですか？そうです、ありますね。今年で言うなら例えば法学部のヒューマンライツ学科とかはすごい受かりやすいのかなっていうのと、あと経済学部の現代デザイン学科ですね、このあたりは今年結構ボーダー低くなるんじゃないかなとは見てます。なるほど、はい、ありがとうございます。とはいえ全体的に急激に難易度が上がってるっていう学部はないので、皆さん、そこまで不安にならず対策を続けていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、まあ、今言った対策っていうところなんですけれども、はいはい、実際あと1週間しかないこの状況で最後にやるべきことを教えてください。はい、ありがとうございます、まあ、冒頭でこう採点方式っていったところをお伝えして皆さん感じてもらったかなと思うんですが、正直選択科目で合否を分けることほとんどないです、っていうのもこう英国が素点で反映される以上、もうやっぱ英国で取らないとスタートラインに立てないっていうのが正直あるので、英国でまずは 90% 乗せるっていうのを一個指標にしてほしいなと思ってます。近年よく言われてる225点とりあえず目指そうっていうところですよね、そうですね、英国で225点は欲しいかなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい。でまあ、その上でこう対策みたいなところでいくと、まあ、英語に関しては比較的こう文法の知識であったりだとか、まあ、英語長文のこう分量は長いんですけど結構比較的読みやすい内容一問題の英語長文なので、まずはこう英語長文をしっかり満点取りに行くっていうところであったりだとか、まあ、空所補充の問題も焦らず何回も見直しして復習していくっていうところですね。基本的に残り1週間は過去問を何回も回していけばいいのかなと思ってます。なるほどです、ありがとうございます。はい、まあ、青学の全学部英語に関しては、並び替え問題だったり文法的な面も見られているので、そうですね、はい、最後に文法の見直しっていうところはぜひやっていただければと思っています、そうですね、例えばネクステだったりヴィンテージっていうところはどうしても単元別になってしまってますので、この時期はファイナル英文法標準編などのランダムで文法が出題されるものを最後に復習していただければなと思っています。そうですね。あと青学全学部ってマーチ総計の中では結構日程が早い方じゃないですか？そうですね。ですので少し本番緊張してしまう方も多いとは思うんですけど、まあ、そこら辺含め本番意識することって何かあったりしますか？そうですね、青学の前に関しては正直試験時間は結構ルーズというか、試験時間をゆとり持って取り組めるような問題形式なんですが、基本的にこう過去問を解くときには、10分ぐらいマイナスにしてもおそらく解けるぐらい の内容なので、10分マイナスぐらいで普段のトレーニングからこの1週間ですねやってみてもらえればなと思っています。ありがとうございます、はい、共通試験で実感された方も多いと思うんですけれども、やっぱり本番って自分が思っているよりも時間経つスピードが速いので、そうですね、はい、少しゆとりを持って演習していただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。この動画見てですね、青学の全学部こう受けてここからこう対策していこうっていう方も多いかなと思うので、ぜひこう参考にしてもらえればなっていうのと、あとこう試験のこう当日ですね、リアルタイム配信といった形で、ボーダー予想の動画とかも上げる予定なので、ぜひこうチャンネル登録の方ですねしていただければなと思います。はい、お願いします。はい、それでは本日の動画はこちら以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。逆転コーチングでは2024年の入試の受験生の募集を開始しました。このままでは早慶マーチに受かるか不安っていう方はぜひ概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。